さあそれでは明日それぞれの戦い挑む選手たち、勢ぞろいしていただきましたけれども、今マイクはお持ちではないですかね。マイクはないですね。はい、あんちゃん、はい、今スタジオのところにずっといらっしゃって、それぞれの選手のコメントを武藤さんも聞いていましたけども、どうですか改めてそれぞれの選手。いや、みんな、ね、いつも通りしてくれればなんか結果がついてくると思いますので、はい、そんな力まずに頑張ってほしいですね、はい、今のこの会見を聞いてきた中で、んこの選手やってくれそうだな、まあ、皆さんそう思うと思うんですが、ちょっとこう注目した選手のコメントなんかありました、どっかに。俺自身だろ。ご自身ですね。あえてもう TNA の選手もうちの選手の、ね、全部合わせても多分俺が一番の最高齢だと思う中でね、あえて言わせてもらうんだったら、この鼻垂れどもがと、うん、俺がもう一番目立ってやるというふうに思ってます、はい、ただ TNA の向こうの選手もやはりキャリア十分、場数も大舞台も経験してきているならではという雰囲気を十分醸し出していましたけども、会見ではどうですかね、武藤さん、TNA の選手というのは。そうす、ただなんかあんまり俺たちも教養ないからみんな英語で言ってるから何言ってるかこいつら理解してないんですよ。むしろそれが、はい、そこらほど特にこの真田なんか全然理解してないからねえ、どうでしょう、皆さんも記者会見でちょっと時間が限られた生中継でお伝えしましたけども、何かまだ言い残したあるいは言えなかったということございますか。どうでしょう皆さん、大丈夫ですか。なんか言いたい人、なんかどうですか、せっかくですから、なんかちょっと時間余ってるみたいな、生放送でお伝えしますと貴重な時間で、どうですか、いかがですか。浜全然お前目立ってないね今日、時は来た、ただそれだけだ。一言外すでよお前、滑ってんじゃねえかよお前を、皆さん、そしてコンディション明日ね、とにかく万全で迎えるためにということになりますけども、そういえば、あさってデビュー30年目を迎える船木さん、そのコンディション面っていうのは、あさってですか。ですよね、違います。3月あの3日です ね、はい、あ、そうですね、ね、30周年ですか。30年目ですね。29ですね、はい、29年、はい、30年目に、いや30年目に突入ということになります、はいはいはい、体調はいいです。明日頑張らなきゃダメですよね、あさってじゃなくて、ね、はい、頑張ります。この後でもね、コンディション万全で臨んでいきたいというところではありますけれども、まあ、先ほどちょっと乱入であったり、それからタイトルマッチが急遽スリーウェイになってしまったりということもありましたけども、そのあたりのちょっと影響というのは果たしてあるのかどうか、本田さんどうですか。まあまあ、東京オリンピックもそうですけど、日本人が活躍し始めるとルールが厳しくなるんですよ。でも日本人というのはそれを我慢して耐えてメダルを取ったと、同じことしますよ僕らも、頑張ります。そういうことですね、はい、もうそこは多くを語らず、もう明日の試合を見ればということなんですかね。おかげでね、あったまっちまったからね、さっきよりね、まあ見ておいてください、はい、そして、メインイベントを務める林さん、改めてマイクをお渡ししますが、あれですね、改めて決意の、先ほどね団体を背負う、そして自分がエースとしてというね、改めて決意ありましたけども、はい、明日最後メインイベントを締めくくるわけですよね。そうですね、もうレッスルワンとしても日本代表としても絶対に勝ちたいと思います。小林さん、はい、まあ、今回これだけの選手が揃って並々ならぬ決意というのが記者会見聞けましたけども、はい、そうですね、いやみんなねすごい意気込みですよ。あさってです、勝負が楽しみです、はい、このレッスルワン、そして TNA、 新井さん、はい、明日本当にそれぞれの試合見どころ盛りだくさんだと思いますけど ね、TNA っていうのはある意味レッスルワンと対抗戦を行うっていうのは必然だと思うんですよね。で世界の TNA に追い越せて、ね、頑張ってもらいたいですよ ね、はい、ぜひベルトをお願いしたいと思います。そして日テレジータサポーターズの皆さんからもここでお知らせお願いいたしましょう。はい、明日の大会は日テレジータスで放送します。レッスルワンプラス武藤ジャパン VS TNA 史上初三大タイトルかけ突激突と題して、明日午後6時から10時30分まで4時間半生中継。
そして見逃してしまった方は3月8日土曜日午後1時から5時30分までたっぷり放送します。ぜひご覧ください。さあ、生中継緊急生会見、お伝えしてまいりました。この日本テレビ汐留にあります日本テレビで、まあ、公式記者会見をこういった形でお伝えするというのは小林さん今まで本当になかったわけですけども。そう、初めてですね、はい、この中で改めて緊張感に包まれながら選手たちも明日に向けての強い気持ちというものをしっかりとマイクを通じて聞けましたね。そうですね、明日の熱い戦いに期待できますね、はい、新井さん、はい、日本の、まあ、プロレスファンにとっては TNA、まだもしかしたら馴染みないという方いらっしゃるかもしれませんが、はい、その楽しみな部分、そして TNA ならではという部分、はい、どうでしょう。やっぱり TNA がレスルワンと絡むことによってさらにまた世界に、ね、広がると思うんで、本当この融合というのは、ね、世界に与える影響というのはすごく大きいと思いますね、はい、さあそれでは最後にですね、武藤さん、威勢のいい掛け声でですね、何かこう気合い入れた明日に向けての一言いただけますか。いいですか、ええ、お前ら頑張れ明日。はい、よし、ね、その強い思いを胸に明日はぜひ素晴らしい、ファイト、そしてプロレスファンを釘付けにするような戦いを期待いたしましょう、明日夕方6時から生中継です。どうぞ皆さんご期待ください。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。